さーてさーて着きました。あー電話ボックス、そうほらやっぱトイレあった。無理無理入れん。あトイレ行ってねえ。そういや入る勇気はねえわ。嘘、俺もないけど。はいどうも。はいどうもどうも今日今回はどこやった。外人墓地。あ外人墓地、外人墓地、岐阜県の、外人墓地。まあ大洞光輪っていうのかな、光に岩で公園墓地、関市、関市に入ったすぐなんですよ。うん、そう、ふーんって関市にちょっと入ったところ。うん、ここはもう久々だよね。冬来た以来やね。そうですな。ここはめっちゃ月きれいやったんげんなそっか、前回あれか、星見て夜景見て終わったのか、うん、今回は暗い。うん、まあまあね、手前に噂の電話ボックスの前に車を止めました。ああ、そういえば、うん、わあ目の前、わあ目の前。一回電話してみましょうよ、あれに。誰の番号に、誰の番号に。僕のでいいじゃないですかかけてみるどうなるんやろね。電話がかかる。当たり前だどうなるやろね。でもうん、さあ今日はどういうルートで行きますか。行ってしまえばさ、そのここって入ってきて、うん、左側にお墓あって、真正面にお寺っていうか、そういう神社があって、うん、でこっち側行くとまた展望台とかそういう感じじゃない。でまだ見てない墓地だよ。といえばそう、外人墓地っていう墓地来てるのに、墓地エリアまだ一回も歩いてないんですよ。どこの二人で来とるで墓地でもねえんだよ。墓地か、墓地墓地行かんのかな。この前だってめっちゃでっけえオーブが映ったじゃん。記憶にございませんな。あったっけ。あったんよ大きな十字架の墓に触ると祟られて死ぬという噂や、電話ボックスで心霊現象が起こるという噂がある。白いモヤのようなものに追いかけられたという体験をした者もいるそうだ。岐阜四天王でね、それなりよそでは取れ高あったりしてるから、ここも何かあるとは思うんだけどね。うん、しっくりくるのがまだないんだないよね。あなたの態度を見る限り初日のあれもいなそうだしな。うん、慣れたじゃあみんな行ってみましょうか。まあ、とりあえずちょっとその辺うろうろしてみて。うん、うろうろしますあのね、何分ここ結構民家もあって、そうなかなか電気をつけてお墓に入るっていうのも申し訳ないかななんて思ったりもするんですよ。そうだよね、よう墓地のそばに住めるよな。それがすごい。家買うときどう思って買うんだろうな、墓地かとか安かったら買う、土地代買うでも毎回なんか変な声とか聞こえるのも嫌だな俺。そう、あそうか、だから霊感とかそういうの信じてない人か。うん、信じてないにも限界があるしとか。もえくん大丈夫じゃね、うん、なんだもう声かって言うからね。夜眠い時にさ、そういう声聞こえるのはなんてイラッとしない。起きとる人でもイラッとするのに、他でもイラッとするもんなわ、車が来た。お、何しに来るんだこんなところに心霊でしょなんか
やっぱしあれやね、うん、歓迎されねえな。ふん。海人餅行ってみまいと思います。あ、町民館あるんだっけ。よろしくお願いします。もういくもよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまあ、運営されてるな。平等費では皆さん失礼します。写真を撮らさせていただきます。そうか、燃えた匂いはこの辺からか。行ってみます？ここまで。そうね、明るさが。でもまあ、そこまだどこまで続くか、こっちから行こう。なんていうかさ、向かいに民家があるからすごく行きづらいんだ。十字架なんかあるの？あれか。あの辺？あ、向こう窓から見てる、こっち。人間が。ふう、やれやれだ。なんで？探索しづらい。なんで？お寺エリア。うん、蜂だ。夜に蜂がおるんだ。お、蜘蛛の巣だ。さあ、蜂？そばを飛んでるんだよな、ブンブン聞こえるんだよな。出たい出たい、怖い怖い。止まってけえな、ここ。なんか物静かやけど大丈夫？いや、なんか声の一つでも聞こえんかなと。で、そんな類の例でもないけどな、ぶっちゃけここの例は。白いもやに追いかけられたと、なんだっけ？体験談忘れた。あ、電話ボックスで何か起こると、十字架のお墓に触れると呪われて死ぬだったか。でそれを思ったらこの辺何もないんだよな。ちゃんと撮ってる？撮ってはいるけどどうなんだろうね。
あ、ここあの入り口か。あらまあ、あらまあ、ザリガニがいる。魚でもいねえかなって思ったらちょっと感動。アメンボはいるな。何探しに来てんだ。山高いな、ここ。基本的に風通しが悪いんだな。今度逆バージョン行く。まあ山道行ってな、いい目にいい記憶ないからな。左肩が痛い。また登る。あ、痛い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 。大丈夫？ちょっと痛いよね。歓迎されてないな。歓迎されてないっすな。なあ。いてて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 。あっても展望台しかねえじゃん。電話ボックス。すごいな。電話してみてくださいよ。なんか中は中で環境すごそうだな。またこれ登るの俺。帰ってもいいよ、帰ってもいいよ。車で登れないもんな、時間が時間だけあって。本来車で登るとかやでな。言葉なくすよね。もう山道しんどいしか今思ってないから。いやまだあそこまで行かんのね。これぐいーっと行ってるでしょ。ふふもうダメだ。帰る？絶対。汗がダラダラ出てくる。まあね。っていうかラスボスいねえんじゃ意味ねえな。意味ねえとまで言わんけど。いやー、なんやろな。全然普通なんだよね、ここは。なんなんだったろうな、初日のラスボスは。いや、でも何かさ、音が聞こえないんだよね、うん、今日はラップ音的な。うん、何やろね、この異様な静けさが一番怖い僕には。おっと、天狗神社再来か。あそこはバキバキなっとったか。うん、このさ、うっすらとなんかモヤみたいなのは何やろね。は、追いかけられちゃう。俺は早いぞ、逃げられた。単純に霧なのでは。うん、霧がかかるほどの天気か、今日。なことねえぞ、これ。なんか白いモヤーしとるやん。うん。ライト的に。でもだとしたら全域にいるから、もうとっくに逃げられないっていうか、手中に入ってるんだよな。静かなんだよな。もっと騒がしくてもいい？普段なら。普通だったら
ガサガサとかパキパキ落としてもいいんだけどな。これ車の向きこっち向けてない。楽しようとする。本当だよ。誰だよそういう楽は。すげえな、駐車場に横に止めてるバカタレだからな、今俺ら。こういうことやるのはプリウスぐらいだろ。プリウスは止まらずに突っ込むんだよ。本当本当に。でもな、今日すげえ肩痛かった。なんだろう、初めてこんな痛さ来たの。演技とは思わないけど、俺何もないからね。なんていうの、リアクション取りづらいね、取りづらいですね。演技じゃねえもんだもん。今でも痛いもん。霊感制圧って意外とそういうことがあるんやけど、オーブ取ったやん、うん、あれの次のその直後やったでよ。今の筋肉痛みたいな痛さする、痛だるいっていうかよ。ああ、筋張ってるようなそんな感じ。そうで、ちょっと経つと気持ち悪くなってったりよ。俺なんともないからな。そりゃそうやろ。あったら俺怖いわ。多分俺もあったらもう助けれん。あなたのバリアがすり抜けられてるって。そりゃそうやろ。でもさ、睡魔が襲ってきとるやん今。おい、ちゃんと守れって。